アメリカ軍嘉手納基地所属の兵長ブレノン・ワシントン被告は去年12月沖縄本島内で16歳未満の少女に声をかけて車で連れ去った後、わいせつ目的で自宅に連れ込み性的暴行を加えたとして、わいせつ誘拐と不同意性交等の罪に問われています。今日午後1時半から那覇地裁で開かれる初公判では、ワシントン被告が起訴内容を認めるかどうかが注目されます。ワシントン被告は起訴後、アメリカ側から日本側に身柄を引き渡されていましたが、その後保釈され、現在アメリカ軍の管理下に置かれています。事件をめぐっては、沖縄県側に半年余りにわたって情報共有が行われておらず、日米の通報体制が形骸化していたことが浮き彫りとなりました。一方、那覇市では昨日、相次ぐアメリカ兵による性的暴行事件が発覚した後、初めてとなるフラワーデモが開かれました。花を手に静かに性暴力根絶を訴えるフラワーデモは、毎月全国で同時に実施されているもので、昨日はデモの後、およそ70人が参加して緊急集会が開かれました。参加者は事件の被害者に思いを寄せ、時折涙を流しながらも、被害者への中傷や女性差別、性暴力のない社会の実現を誓っていました。I don't know how else to say this. We want to show support. We want to show that this shouldn't be happening. And that, yeah. 声を上げられるものが代わりに声を上げないとなっていう思いで来ました。子どもたちが当たり前に生きていける、なんだろう、普通に生活ができる日常が当たり前なので、そういう沖縄だったらいいなと思います。フラワーデモは毎月11日に那覇市の県民広場で開かれていて、主催者は社会から性暴力がなくなるまで声を上げ続けたいとしています。